Let the free show begin。 ヒップホップ DNA パネル、今日のゲストはグッドムード悟空さんをお迎えしております。どうも GMG です。よろしくお願いします。お願いします。今日わざわざ旭川から来ていただいたって感じなんですけど、はい、地元の旭川市、北海道の旭川市っていうのはどういうとこですか？とにかく寒いところですね。雪がたくさんあって、旭川にいるからこそこういう音楽が作れるとか、アーティストとしてずっと活動が続けられているみたいなことはありますか？なんかここにいなきゃこうみたいなポリシーはあんまないんですけど、でもその場所にいて、例えばなんか海の近くに住んでる人とか、自分は山ばっかりですけど、そういう場所の影響は絶対出ると思うんですよね。グッドムード悟空さん、GMG さんといえば本当にデビューが早くて、当時めちゃめちゃびっくりした覚えがあるんですけど、最初にそのヒップホップのカルチャーと出会ったきっかけっていうのはどういう感じだったんですか？多分親父で、一番最初は、はいはい、これがヒップホップかとかない感じで、親の聴いてる音楽的なノリだったんで、はい、多分自分でこうラップを、これがラップかみたいな、日本語のスカーズとかだったんですけど、はい、その時そういうのを聴き始めたのは多分中学生とかそれぐらいで、もうちっちゃい頃からお父さんがお家でヒップホップとか聴いてらっしゃったってことですか？そうですね、 DJ をしてて親父のミックスとかをやば多分聴いたりしてて、なんかすっごいちっちゃい頃に聴いて強烈だったなんか楽曲とかアーティストとかいらっしゃいます？なんか親父がすごいビギー好きで、かっこよすぎる、はい、でよく聴いてたんですけど、はい、なんかビギーだって意識して聴いたのは多分結構あって、うんうん、あこの曲知ってるみたいなぐらいの感じだったんですけど、一個思い出したんですけど、はい、印象に残ってるのは、はい、親父のミックスとかじゃなくて、うんうん、ジャパニーズレゲエのなんかダブミックスみたいなので、はい、サムライみたいな名前のミックステープがあって、はい、で結構ダブのカバーだったりいろんなリミックスだったりが入ってる曲で、うんうん、なんか日本語っていうのが新鮮で、そのミックスが、あ、そっかそっか、それはなんか、はい、小学生ぐらいの頃にカセットテープを聴いてました。サムライってやつ、じゃ あ日本語でもこういう音楽やってる人いるんだみたいな、はい、そうですね、うん、結構じゃあナチュラルにラップもスタートしたって感じなんですか？そうですね、多分中学生ぐらい、その自分で掘り始めたぐらいから気がします、うんうんうん、自分でラップやってみて、なんか最初の感想みたいなのどんな感じでしたか？あんまこれができたって感覚よりかは、はい、やってみたって感覚の、はいはいはい、だってデビューアルバム出したのって多分16歳とかそれぐらいだったと思うんですけど、はい、そうですね、なかなかその中学生高校生ぐらいでこうラップとかや音楽活動をスタートして高校生のうちからデビューするっていうことも結構レアなんじゃないかなって。そうですね、うん、なんかそれは本当自分を見つけてくれた人だったり、佐藤さんって人だったり、うん、はい、それで出会った人が多分こう繋いでくれた感じなんで、うんうんうん、そこは多分自分がどれぐらいラップをできたからとかそういうのはあんまり関係ない。そっか、当時はどういう感じで曲作ってたんですか？なんか意識は全然してなくて、はい、ちょっと楽しいからやってるみたいな感じだったです。でもそのティーンっていうか高校生の時にこうラッパーとしてデビューして、もうそれが10年ぐらい前の話かと思うんですけど、今もずっと音楽やってるってその時もからもう思ってました？いや思ってないですね、多分その自分飽き性なんで、数少ない自分がこう、はい、こだわってや、うん、こだわってというかこうのめり込んでやってるものの一つですかね。当時なんかどんな高校生活を送ってたか覚えてらっしゃいますか？記憶にも残らないようなはい、薄っぺらい感じだった薄っぺらい感じで、でもあいつ音楽やってるらしいよとか、なんかそういうのでざわざわってしたりしてましたか？でもなんかその音楽が生活のこう一部っていうよりかは、なんかその時こうたまたまそううまくいってるものって感じだったんで、うんうん、結構それは最近になってからかもしれないです、うん、ちゃんとこう向き合ってやり始めたね。あ、そうなんですね。当時やっぱ高校生がデビューしたんだみたいな感じで、はい、めちゃめちゃびっくりしてアルバムを渋谷のゲームで買って、そうですね、はい、めっちゃびっくりしたっすね。たまに自分今でもあるんですけど、はい、
現実でこう話してて、うんうん、まあ、今も一瞬そうかもしれないですけど、はい、夢で起きてることか、はい、現実のことか一瞬分かんなくなる。そっか。なんでその時もそういう感覚にちょっと近かったかもしれない。そっか、当時これは本当に起きてることなのかみたいな、はい、あれ昨日のことかな、もしかしたらもっと前のことか夢のことか未来のことかそういう時でもどうやってなんか現実世界に戻ってくるんですか。誰かですかね、自分以外の。あ、そうなんだ、これ引き戻してくれる人が、はい、じゃないと多分自分は帰ってこないと思いますなるほど。でもそこからずっとあの、まあ、断続的に楽曲をリリースして音楽活動を続けられてて、で、まあ、グッドムード悟空という名前に改名したタイミングがあると思うんですけど、グッドムード悟空っていう名前に込めた意味っていうのはどういうものがありますか。名前を変えたいっていうのはあって、はい、何かしら、なんでかとかってよりかはなんかそういう気分でその時、うん、でこの指にグッドムードって入ってたんですよね自分。あ、元から。元から で、うん、でこれにしたって感じです。え、悟空っていうのは悟空は本名なんですよ、ね、そうなんだ、かっこいい。でも悟空だけじゃちょっと、はい、SEO 対策的に無謀なところがあるかなといろんな、そこは現実的に、いろんな悟空が出てきちゃいますからね。現実でしたね、そこは。そうなんだ。それで、うん、まあ、何か入れてれば何でもいいかなってちょっと思ってて。なるほどね。普段その音楽を作る時のインスピレーションみたいなものって何か大切にしてるものってありますか。そういうなんか絶対条件とかはないんですけど、でもまあ自分がその音楽にできるようにっていうのが唯一のなんか条件かもしれないですね。こういう時に思いつかなきゃいけないとか決めたら自分全然できなくなっちゃうんで、はい、そうかそうか、いつでもみたいな。へえ、なんかこう降ってくるとかよく降りてくるみたいな言い方皆さんするじゃないですか、はいはい、グッドムード悟空さんもそういう瞬間ってあるんですか。それとももっとなんかナチュラルな感じで曲ができていく。なんか降ってくるほどかっこよくないかもしれないですけど、その誰でもなんかこう思いつきとかってあるじゃないですか、うんうん、それが、はい、些細なことで、はい、それのこう拡張みたいな感じかもしれないです。そうかそうか。だってご自身でビートも作るし、はい、であと映像とかもやってらっしゃるじゃないですか、はい、そのクリエイティブな部分ってなんか何が一番の元なのかなと思ってものづくりが多分基本的に好きなのかもしれないです、はい、あの小学校の工作、うんうんうん、あ、そうなんですね。それだけな気がしてて、うんうんうん、こうアウトプットとして、まあ、作文とかもちょっと得意だったんですけど、あ、作文とか、はい、まあ、絵でもそうなんですけど、何かしらで物にするとか、まあ、何かにするみたいな、うん、音楽もそうですけど、うん、しないとはけ口みたいなところが多分ないから、うん、多分自然にやってたのかな。ああ、そっかそっか。じゃあそれは今になっても全然なんか変わらない自分の生活スタイルみたいな。そうですね、これもなんか 1、2年前くらいにチンザドープネスさんとが北海道に遊びに来てて、でちょっと何日か遊んでた時にこうなんか自分のちっちゃい頃の話とか、まあ、いろんな話をしてて、でこう解かれるようにそのことを言われて、あ、じゃあもうあれだねみたいな、小さい頃からもう何かにそういういろんな感情を何かしらでアウトプットするっていう癖はついてたから、うん、そういう意識はないんだねみたいなこと言われて、あ、そうか、でも本当おっしゃる通りかも、ナチュラルに出てるみたいなそれを気づけてないのと、はい、その自分でこう言われて気づくのっていうのも結構自分の中で変わった部分であるんで、最近はそういう気づきを増やしてるみたいな。へー、でもその陳田さんに言われてはっみたいな、言われてみればそうかもみたいな。そうですね、なんか自分のことについて、はい、なんか感情とかはちゃんとこう、うん、いろいろ追求するタイプなんですけど、はい、なんで自分がその行為をしてるかみたいなのって、うんうんうん、こう、まあ、迷宮入りしちゃうからちょっと逃げがちというか、はい、うん、あんま考えたくないなっていうところがあって、だって常々毎日誰もみんな忙しいから、そんなところまで振り返らないというか掘り下げないですもんね、はい、私も全然そんなことしてる暇あったらって思うじゃないですか、うん、でも、はい、なんかそんなことしてる時に曲作ってるとかはあると思うんで、うんうんうん、そういうなんか陳さんだったり、はい、今回リリースしたレーベル AOTL だったり、こういろんな人と関わってそのなんか理由になっていく感じがいいな、うん、感じです。間違いないと思います。
というわけで、後半もこのまま引き続きグッドムード悟空さんにお話伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。Maybe that's the reason I am so friendly. And she turned to that bitch when she met me.